こんにちは、カリン・ミカリンです。私は今、アメリカのニューヨークに住んでいます。約4年前から住んでいるんですけれども、以前はフランスのパリに住んでいまして、海外に住んでよく思うことなんですけれども、私たちの日本という国は、自然の知恵をたくさんこう生活の中に取り入れているとても貴重な国だなということですね。私はなんかそう海外に住んでいると、以前はそれは当たり前のことだと思っていたんですけれども、意外にそういう国は少ないというか、例えば、私は最近陶芸を始めたんですけれども、それを思う時も、例えば土をこう掘り返して粘土から器を作って、で私たちが種をまいて育ったお野菜だったり、育てたタンパク質とかそういうのをお皿の上に乗せてそれをいただいて、でまた、そのお皿だったりお食事を作った時の木を燃やして薪を燃やして残った灰から、肥やしだったり、それから釉薬を作ったりっていう風に、私たちはそうやってこう生活の中に、その自然のサークルっていうのをものすごく取り入れて大切にしていて、それでその中からのこう心地よさみたいなのをすごく大切にしているなと思います。私たちがこの世界がどうやったらこうもっともっと幸せになれるかなっていうのを考えるときに思うのは、やっぱりこれからの子どもたちの成長だと思うんですけれども、そう思うときにもやはりその自然の知恵だったりとかは一番大切だと思います。その中でやっぱり基本は、食育だと思います。どうしてかというと、やはりこう食べているもので体が作られているので、やっぱりこう体がすごく健康だと心もすごく心地よくて、幸せな気持ちになる、なることができると思うし、逆に心が気持ちが良いと体も健康になる、まあ、それもサークルだと思います。私たち大人はそうやって子どもたちにどうやって私たちがいただいているものが、作られているんだろうとか、そういう生命だとか植物の不思議のようなものだったり、それからどうやって栄養になっていて、今度逆は私たちがそういうものたちに何を与えているんだろうか、いいことも悪いことも子どもたちに伝えることによって、また素晴らしい成長ぶりで私たち大人が学ぶこともいっぱいあるんじゃないかなと、そういうことを繰り返すことによって、未来はきっと豊かな、今よりももっともっと良いものになるんじゃないかなと思ったりしています。ライスボールの活動っていうのはそういう意味ですごく貴重ですし、興味深いものだと思っています。これからもホームページだったり活動を